今回は薄毛の体質改善というテーマでお話します。こんにちは、長塚漢方堂です。このような方を例にして薄毛の体質改善方法を考えてみます。薄毛ですから毛母細胞と関わりが深い腎気、腎気を応援するお腹の調子、髪は血のあまりを疑います。まず一つ目は毛母細胞と関わりが深い腎気。腎気の不足があると髪の毛の毛母細胞は弱ってしまいます。この例の場合、腰痛や歯が弱いことから腎気の不足があることを疑います。腰痛は腎気の不足によって筋房水の緩みや骨の状態に影響が及ぶことで起こります。つまり腎気が弱ることで筋房水がたるみ、腰の骨がずれてしまうなどの不具合が生じると腰痛になります。また骨を健康な状態で維持するためには古くなった骨細胞を破壊して腎因を元にして骨が作られているのですが、これには腎の熱による骨細胞の活発な細胞分裂が不可欠です。この例の場合に腎の潤いの不足か熱の不足かを考えてみますと、冷え性、むくみやすい、舌の色が白っぽいことから腎用の不足による腰痛と考えられます。続いて2つ目は腎気を応援するお腹の調子。毛母細胞を育てるためにはお腹の働きである引きも大切です。引きには食べ物から栄養分を吸収し、毛母細胞を育てるための働きに大きく関わっています。この例の場合、引きはどうかと考えますと、疲れやすいので一見卑怯のようにも感じますが、食欲があって便は普通ということから卑怯はないように思います。もし卑怯があって食べ物から栄養を吸収できなかったら下痢になります。下痢になってしまえば内側は乾燥してしまい、体の中にむくみにはなりづらいと考えるからです。続いて3つ目は髪は血の余り。血の不足があると毛母細胞はうまく成長することができません。東洋医学では髪の毛にとって血液はとても重要であると考えていて、髪は血の余りとも言われています。髪の毛にとって血液が大切な理由は、その血液によって毛母細胞の腎気の活動が活発になるからです。しかし血液が全体的に足りないのか部分的に足りないのかを見極める必要があります。不安感があり肌が乾燥している、毎日のように夢を見る、痩せ型、舌の色が白っぽい、経血が少ないなどから全体的にも血液が足りないように感じられます。さらに足の指がつりそう、舌の裏が紫色で腫れていることから血液の巡りもあまり良くなさそうです。では全体像を水の様子から見てみます。不安感、目の疲れを感じる、毎日のように夢を見る、疲れで耳鳴り、喉が渇くなどから体の上の方では血液や潤いの不足があるようです。冷え性、むくみやすい、腰痛、舌に歯の跡がついている、舌の色が白っぽい、排尿の回数が1日で4回、夜間尿があるなどから熱の不足が元になって水の巡りの悪さがあるようです。これらを見ていると体の上の方では乾燥が目立ち、下の方では水の停滞が目立っています。水の巡りと関連する機能には腎、脾、肺がありますが、腰痛があることや歯が弱いことなどから腎気の機能低下、特に腎陽虚が最も関係していると考えられます。では次に気の様子を探ってみます。ストレスが重なったことや緊張した場面では下痢になることから気の滞りも関係しているように考えます。というのも食べたものは気によって吸収され、肝気によって全身へと配られていきます。しかし肝気の働きがストレスなどによって伸びやかに動くことができないと、吸収されたものがお腹で停滞します。停滞したままになっているところへ後からさらに吸収されてくると、停滞したものが邪魔になり、それ以上動けなくなり下痢になってしまいます。また首や肩の凝りから気の向きは上向き過剰になっています。これは気の滞りによって生じた余分な気の勢いが体の上の方へと向かっていますが、それには血液などの潤いはついていけず、下の方に溜まったままになっているようです。まとめて考えてみますと、まず髪の毛の血液の運搬状況を探ってみます。血液が届かないとは言っても乾燥して届かないのか、根腐れのように水分過多が原因で血液の巡りを邪魔しているのかを考えてみます。頭皮のヒリヒリした痛みやうっすらと赤く乾燥に見とのことから、少なくとも頭皮においては乾燥しています。
その他のことから考えても、体の上の方には乾燥して熱があり、それによって血液の不足が生じて薄毛になっているようです。しかし、むくみ、舌の裏側が腫れていることから、体の下の方では水が停滞しています。これらのことから、冷えによって水の巡りが悪くなり、体の上の方へと運べなくなっているところへ、ストレスによる気の滞りがさらに血液の運行を妨げてしまうことで、薄毛になっているのかと考えられます。というわけで、気の滞りを解消しつつ、腎を補うことで、毛母細胞を元気にすることを考えます。では最後に、薄毛や抜け毛を予防するための生活改善をお伝えします。食べ過ぎや冷たい飲食物の摂りすぎなどから、気や腎気に負担がかかることでも、毛母細胞へはダメージが蓄積し、大きな負担となって薄毛や抜け毛を悪化させます。また、夜更かしや過労なども、体の潤いを消耗し、血液の運行力も悪化、髪の毛への負担は大きくなりますので、早めに寝ることを心がけてください。今回は以上です。このチャンネルでは、漢方薬、気候、自然療法の考えから、健康に心地よく暮らすための方法をお伝えしていますので、ご興味のある方はチャンネル登録お願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。